ビコビコチャンネル始まるよ。どうもビコン前田です。早速ですけどこちらの動画をご覧ください。どうでしょう、皆さんお気づきでしょうか。そうなんです、こちら4年ほど前の動画なんですけれども、ヒゲがめちゃくちゃ濃いんです。ガーン。改めましてビコンの前田です。いつもご視聴ありがとうございます。動画の方もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ヒゲ脱毛についてお話ししたいと思います。僕は4年ほど前までヒゲがめちゃくちゃ濃かったんです。吉本のお笑いの舞台があるときは朝ヒゲを剃っていくんですけど、舞台の前にヒゲがまた伸びているのでまたヒゲを剃って、なんならネタの最中にもヒゲが伸びるのでそこでもヒゲ剃って、まあそこまではないんですけど、けど本当にもうそのくらい朝昼晩ともうヒゲを剃ることもあったりとかして、めちゃくちゃ悩んでいました。いいヒゲ剃りを使ったりとか化粧品でヒゲを隠したりとかもしたんですけど、結構めんどくさかったです。そしていろいろ悩んだりいろいろ調べる中でこの言葉に出会いました。永久脱毛。最初は永久脱毛することにためらいがありました。吉本のお仕事でヒゲを生やすお仕事が来たらどうしようとか、ヒゲの脱毛ってめちゃくちゃ痛いって聞いていたので、その痛みに耐えれるかなとかめちゃくちゃ心配だったんですけど、勇気を出して永久脱毛することにしました。そして僕が選んだのはゴリラクリニックさんを選びました。ゴリラクリニックさんはヒゲの脱毛、肌のトラブル、全身脱毛、多汗症、薄毛などいろいろとやっております。その中で僕はヒゲの脱毛の 3V、 4年間無制限の 3V のプランを選びました。約7万円ほどだったんですけれども、ヒゲの 3V ということで、鼻下、顎下の 3V の脱毛を選びました。今はこちらのプランはやってないみたいです。そして、照射する間隔ですけれども、2週間から3週間は空けていました。また、3000円ほどで、麻酔の方も用意しております。僕は麻酔はしないでやりました。あと、通常のレーザーの機械と、あともう一つ、痛みを和らぐメディオスターっていう、機械もありますので、どちらか照射するときに、選べれるので、選んでみてください。僕は今まで20回ほどヒゲの脱毛、照射をしてもらってるんですけれども、最初の10回はメディオスターで、そして、残りの10回は通常のレーザーの方でやっております。けど、1回目の照射の時はめちゃくちゃ緊張しました。だからもうネットとかでもヒゲ脱毛1回目って検索して調べたりとか、どんな感想なのかなとか調べてみてめちゃくちゃ緊張したんですけど、実際1回目の照射した時は痛みに耐えて涙を流すことなくできました。けどね、やっぱり痛いんだろうって思ってるから痛みに耐えれたと思います。痛くないんだろうって思ってたらもしかしたら痛みに耐えれなかったかもしれません。僕の感想ですけど、通常のレーザーとメディオスターですけど、メディオスターの方も痛みがなくなるわけじゃないので、今まで20回とも全部通常のレーザーでもよかったな、よかったかなって思ってます。はい。それでは、4年間、ヒゲ脱毛に通っていたおヒゲを見せたいと思います。先ほどの動画、先ほどの写真は、半日とかもう24時間ほど経っているおひげの写真だったんですけど、こちら今からお見せするおひげも24時間以上、もう本当に何にもひげも剃ったりもしていない状態のおひげを見せたいと思います。はい。こんな感じとなっております。どうでしょうか。
4年前までだったら朝昼晩とおひげを剃ることもあったんですけれども、今はもう24時間丸1日以上経っても全然ツルツルですけどね、まぁ、ちょっとだけやっぱりこう剃り残しはあるんですけど、うん、何箇所かあるんですけど、もうめちゃくちゃツルツルです。ツルツルツルリーどうでしょうヒゲの脱毛をすることによってすごく自信ができました。いつもは結構こう口を隠して、でこう話とかしてしまうんですけど、ヒゲの脱毛をしてヒゲが薄くなることによって口を出して笑ったりすることができました。できるようになりました。笑顔も素敵になりました。けどですね、実はもう一つ悩みがあって、最近髪の毛が薄くなってきました。それでね、AGA 治療を使って髪の毛を濃くしようと思ってるんですけど、なんか副作用でヒゲも濃くなるらしくて、それだったらプラスマイナスゼロで意味ないじゃないかーって思って、そちらの方は諦めましたということでね、皆さん、そしてヒゲ脱毛に行くかどうか迷われている方、皆さん本当に、ぜひ、楽しんで行ってみてください。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございます。ビヨーン。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。